400キロスマッシュを打ち返すと、はい、打ち返せばこれがバドミントンです。そうです。おおすごい。この番組は熊本県八代市の情報バラエティ番組八代テレビです。ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうぞ。テレビ東高に来ております。ターミーでございます。今日はせいやくんです。よろしくお願いします。お願いします。今回は熊本県立八代東高等学校にやってきておりますが、今回こちらにもう超ヤバい人来てるみたいな、ちょっと突撃したいと思います。レッツゴー。必死でトークしましたが全然面白くなかったので早送りします。すいません。聞こえてきましたよ、これ。キュッキュッキュッて。お、スキール音といえば今話題のあのスポーツですね。あれです。黒子のバスケですよね。なんでそっち。スラムのダンクですよね。はい、なんで脳を入れたかわからないですけど。君が好きだとなるとやー。もう聞こえる。出ますよ。早速園田圭吾さんを発見しました。オーラがやばいです。それから監督の近藤先生に挨拶をしに行きました。その後しばらく練習を見学させていただきました。ちなみにバドミントンやったことはある？できますよ。何でも器用にこなしちゃうタイプなんで、うんうん、まあもう見たら大体できます。これから試合ですが、今のご心境は？まあ諦めた瞬間に試合終了ですよ。出てこいや。20対0ですよ。あ、僕が20年バドミントンって何点だったか。今からガチスマッシュを打ち返そうと思うんですけど、はい、コツとかあります？メンタルです。メンタル一番弱いとこ。一番弱いところ。うわ、すごいこと聞いちゃった。これやばいな。返せると思います。これ結構決定的だね。決定的だ。これ勝てる、勝てるもん。20-0だな。20-0。園田圭吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、生ですよ。あの伝説の伝説のポケモンみたいな。あのマスターボールで捕まえてあげてください。いや、今日は400キロスマッシュを打ち返すと、はい、打ち返せばいいですけど、打ち返せる人います？初見ではやっぱ素人は、まあ、打ち返せる人まだいないです。今日初めて の素人返ししちゃいますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。膝つかせてやります。お願いします。このラケット。お、ありがとうございます。はい、お、あー、はいはい、OK、いいでしょう。行きましょう。はい、よろしくお願いします。これ上げてもらっていいですか？上げてもらっていいですか？高いやつ、はい、高いやつ、あー、十分軽く。おー、いやいや、今のはちょっとカメラに左の方が。ああ、確認。おお、キャッチしました。取った、取りましょう。まあ、こういうこと。400キロは、こういう。今何パーセントぐらい？今5割。Ha ha ha!
やっぱ無理だなこれは。これだけは言わせてください。参りました。いいよ。見てるとこ全然違う。全然違う。体感したら。体感が当たった瞬間に何百キロって出てるから。当たる気がしないと思う。うん。これをバドミントン選手はでもやってますからね。いやすごい。21対0で勝ちますよとか言ってたんですけど、はい。参りましたか。参りました。いやすごい、これがバドミントン、これがバドミントンです。テロップにキラ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 って出てます、出てます。貴重な時間をいただきまして、いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。結果21対0で負けました。負けないかい。バットに何回当たったかでちょっと勝負していきたいと思いますんで、はい、おお。マイホームは欲しいけど疑問がいっぱい、そんな時は家って、家ってならたったの3ステップで相談からライフプラン紹介までをしっかりサポート。あなたにぴったりな住宅会社を家って、ユニバーサルホームの家は夏涼しく冬暖かい。なぜなら床下ぎっしりの構造で外気温に左右されないから。地熱床システムのユニバーサルホーム。先ほどはお疲れ様でした。ました。さあ、はい、林口線沿いの高野の前に来ております。僕がちょっと無茶なお願いをしまして、さっきバドミントンで全然ダメだったんでバッティングで勝負しましょうっていうことで、はい、そうですね。バッティングはされます？小さい時に何度か行ったことある。あ、何度か感じで、もう最近は ないです。ああ、じゃあもう21対0の僕に勝ちます。21対0で今回はちょっとバットに何回当たったかでちょっと勝負していきたいと思いますんで、はい、レッツゴー、レッツゴー。コテンパンに、コテンパンに。さあ、はい、130キロですね。130キロは結構速そうですね。じゃあバント作戦でいこうかな。最初どっちからいきます？僕からいきましょうか。ナミさんからいきますか。じゃあ、はい、あー、全部当てちゃうよ、本当に。前半むずいな。はい、選手交代。はーい、ちょっとスイングだけ。左なんですか？左も右も。すごい。じゃあカメラ場所変える？あ、でも右でも、さあ、そして4番の花火もあります。さあ、ねえよな、おーやばすごい。あー、変だよ。次で4よ。やばすぎる。やば
終わり。どうだった？いや、簡単だったな。バドミントンより遅いからこれ。確かにミントンより遅いから確かにそれはそうかもしれない。なんかないかな。卓球も強いでしょ。ありがとうございます。次元が違ったね。次元が違います。当てるゲームと遠く飛ばすゲームやってたからね。別のゲームやってた。負け。全部負け。大勝ちでしたね。結果は結果は、17対4ということで、はい、僕がちょい負けっていうことですね。ちょい負け。ちょい、ちょい負け。17球中の17当てた人にちょい負けはない。あの、まあ、完全試合でしたね。完全試合というか、別の生き物なんですよね。はい、っていうのが分かりました。バッティングセンター、今回は130キロでしたけど、はい、遅かったですか？まあ、バドミントンより遅いんですよ。当たるぐらいなら、勝負に挑んだ僕がバカでしたということで。はい、世界の壁を体感しましたね。体感しました。野球の人じゃないのに。今回は負けましたけど、はい、次はなんかビリヤードかなんかで勝負します。ああ、いいですね。はい、ビリヤード、うまいんですよ。ああ、得意そう。それ本当？いや、あのね、このパターンは大体嘘なんですよ。うまくも下手くもないみたいな感じです。まだちょうどいい、自分も見ていけないんで。あ、はい、あ、じゃあ、次回は、ね、はい、やります。いや、次はの21対0で勝ちます。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。先生、今日はありがとうございました。はい、お強いですね、彼は。そう、世界のトップですから。世界のトップですから、はい、特別な指導とか当時されてたり？いえ、特別な指導はしてないです。あ、そうなんですね。はい、もう基本的な練習の繰り返しですね。どんな生徒でした？ですね、もうとにかくバドミントン大好き。はい、少年だったんですね。大好き、はい、はい、大好き少年ですね。暇さえあればトレーニングをしたり、するような、まあ、コツコツ努力をするような生徒ですね。圭吾さんの影響とかってあります？世界の選手と渡り合ってトップの方に上がっていく中で、そういうのを見てうちに来てくれた生徒も、まあ、これまでいるかと思います。うーん、結構全国いろんなところから来てらっしゃいますもんね。そうですね、いろんな県から、はい、来てくれてますね。もう練習拝見させていただいて、自主性を持ってバドミントンにこう向き合ってるというか。そうですね、長い練習時間でもないし、そこまで厳しい練習をしているわけではないと思うんですけど、はい、まあ、とにかくバドミントン好きが集まって、それぞれが目的意識持って、切磋琢磨してるのがうちのバドミントンかなというふうに思います。自分が好きだからこそ自分から工夫して、はい、どんな練習したらいいのか、どこを自分が修正したらいいのか、そこを考えるですね、力、そういったものが将来につながってるんじゃないかなと思うんですよね。将来的な部分も見据えてこうちゃんと指導されていくところですね。はい、まあ、高校で勝てばいいっていう気持ちではしてないので、はいはい、将来どっかで花が咲くようにと思ってやってます。はい、バドミントンとあと硬式野球、はい、女子ソフトボール、はい、陸上競技の長距離、女子、のソフトテニス、はい、この5つがこの対抗数の重点種目ということで強化してるんですよね。へえ、はい、来年度から、通過のスポーツコースという名前が変わるんですけど、はいはい、6つか6競技を、はい、あとすいません、剣道、剣道一番伝統のある剣道の忘れていただけです。言い忘れていただけです。バドミントンだけじゃなく、はい、その後の5競技も、ぜひ特技を生かしたいという人はぜひ八千代東高校に来てもらいたいというふうに思います。よろしくお願いします。東高マーケットっていうのをしてるんですよね。はいはい、今年は初めて八千代の本町アーケードでしたんですよ。本町アーケード街の皆さんにもご協力いただいて、うんうんうん、本校の、まあ、商業科の生徒中心に本町のアーケード街を活性化、そうですね、もつながるし、うちの生徒たちもですね、そこで八千代の皆さんといろんなこう出会うきっかけにもなりますし、はい、まあ、八千代が元気になればということで昨年から始めています。東高マーケット今年もある予定なので来てみてはいかがでしょうか。12月の第1土曜日日曜日に、まあ、例年やってますので、あ、はい、予定入れておいていただければ、はい、と思います。この辺に書いております。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。
僕と身長が一緒です。195センチ。一緒は高い。お前の方が高いっつって。やばいやばいやばい、ちょっと待って、つまんない大学生のノリみたいになってる。正解です。そうだっけ、ココペリさん、はいはいはい、行って横に座った おじさんが、うん、石垣島から八千代テレビ見てきました。やば。だからターミーの動画を見て、このお店行こうみたいなのをなんかリストアップしてきました。なるほど。お父さん見てますか。お父さん、石垣島のお父さん。あなたの話をしております。コメントしてほしいね。うん、ぜひコメントしてほしいね。石垣島の八代市の人のためにあの動画作ってたら石垣島の人が見る。いやでも嬉しいよね。だってやってなかったらその方は八代に来てないわけだ。これなんです。あーうさくさいうさくさいうさくさい。もうすごい。あ、ちょっと生徒さんいらっしゃるんで行ってみますね。どうも、八千代テレビのターミーでーす。ターミー知ってますか？なんかあるんでしょうね、ここに壁が。防音の部屋に入ってるらっしゃる、生徒さんたちでした。以上です。現場からは以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。無視していただいてありがとうございます。なんとなくわかります。なんとなくわかる。おう、わかります。最初の、最初の。